この番組はデジモク、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。エロマチです。エロマチについに来ちゃいましたね。今僕たちはエロマチにいます。まあ、西日本で一番エロい町なんじゃないですかね。そうですね。飛び出し地料理組合でしたっけ、たまたまね、たまたまここに駐車場があったからここに止めてたんです。そうそうそう。別に飛田新地に行こうというわけではなくて、ちょっと仕事の関係で大阪京都に一泊してるんですけども、ちょっと暇な時間ができたということで、せっかくなんで大阪で喫煙所担保でもしようよと。ああ、そっちか。いいね。はい、せっかくなんで飛田も行って帰ろうよってやつやったね。今飛田はだって、飛田経費まあ僕ら目的があって、やっぱ喫煙者というか、まあ、喫煙所とかがいっぱいあるのってちょっと治安が悪かったりとか、大阪はおあつらい向きあるじゃないかと。そうやね、大阪のリスナー結構多いらしいしね。あ、そう、前見たら一番大阪のリスナーが一番多かったの、うん、喜ぶじゃないですかね。喜んでるみんな来たよ西成に。今言っちゃいましたけど西成に行こうと思ってます。はい、そうですね、はい、今日は西成喫煙所探訪でございます。はい、いやー怖いです。さっきそこにひったくり頻発みたいな書いてたし大阪さ、車止めるたびに車から車上荒らしが多発しています、気をつけてくださいっていう放送がね流れてます。全域で言われたやろね、どこ止めても言われる、とりあえず大阪は全体的に気をつけましょうということなんでしょうね。まあ、俺一回そのね、がっつり西成ではないけど富田市付近とか、まあ、西成のちょっとそばとか歩きよったんやけど、相当その灰皿の数、普通のその道でも、あ、もう灰皿あるやん、灰皿あるやんみたいなぐらいの感覚で灰皿めっちゃ見つけてたんで、まあ喫煙所担保にはもう向いてこいなんじゃないかな。向いてこい、向いてこい、持ってこい、持ってこい、持ってこいですね。飛田新地はでも撮影があんまできないみたいな噂も聞いてるんで、そうですね、とりあえず意味わからんけど、飛田新地を抜けて西成の方まで行って、で喫煙所探していこうかなって。そうだね、まあ、鳥間飛び出しにちょっと追ってみようか。うん、そんな何かするとかではないです。飛び出しに誰も思ってないけど、うん、誰もね、うん、一応金もないですね、真っ昼前し、だからそんな半分くらいしか行ってないじゃないですかね。よし、じゃあ行こうか、行こうか、行こうか、とりあえず行こうか、行こう、早速早速行こう。真夏の夜よまだまだ覚めないで、君と行った街空その全て、時が経てば忘れてしまうんで、秘密基地あと道あの公園、焼きの風吹いて秋と波走り去った。素晴らしい。今車出て、こんなところにある普通で、あれっすね、いるあれ。いや、そうなんよ、2個もした。しかもなんかめっちゃ綺麗じゃない、水ぐらい。そうだね、さすが喫煙の街。このペースで行ったらマジでエグい量のタバコ吸うことになるね。いや、俺もね、さっきね、これ灰皿見つけるたびに吸うかって言おうとしたんやけど、これマジやめた方がいいよ。普通に2箱とかなくなってしまう。めちゃめちゃありそうやね。進めんで、多分。いや、もうでもこの時点で結構素晴らしい街です。いや、まあそうやね、将来西成住みたいな。ここ西成っていうほどじゃないのか。西成ちゃんもちょっと小汚らしいイメージがあったんですよ。めっちゃエロい感じだな、絶対。そうですほぼ上裸の女性いましたね。嘘、でもなんかちょっとハーフっぽい人もね、そういう人もおるんやね。後ろ見たらもう 98% 肌がいる。いや、そうなんよ。いや、さすがですね、さすがエロ街です。エロ街でエロいっすね、通行人も。いや、入り口でこのクオリティですか。そうですね、ちょっと先が楽しみですね。ここっすね。でもまたあるありすぎやろここやろ、ここやろ。で、ここトイレなんやけど、この中にもおすごいやろ。めっちゃ喫煙所ある。そう、めっちゃ喫煙所ある。広いベンチ5個ぐらいありました。どこでもタバコ吸うやろ。で、トイレの前もあんの。そう、まずここ1個やろ、ここに1個やろ、で、ここにも1個あるやろ。素晴らしい。で、ここベンチがあってね、めちゃくちゃいいやん。そんなにいらんって。どんだけヤニカス多いんか。だからもう多分この区画整備してる人がヤニカスですね、これ確実。そうなんです。おかしい、ちょっとありすぎ。ちょっと辻褄合わん量ありますね。うん、お母さんには内緒な。あれ、あー、気のいい雰囲気でしたね。もう一発生きて。もういない。いや、もうマジ可愛いわ。いや、マジで可愛いね、やっぱり。うん、マジでおもろかったのが、うん、全店の前に1個ずつ灰皿あって。そうなんよ、どこでも捨てやんって。そうで、今ちょっとこれ抜けてきたとこなんやけど、ここにもね、灰皿。全部この現場の赤の灰皿で、めっちゃその火に気をつけようみたいな標語がめっちゃだ。ここにもほら、火の用心でしょ。そう、こんなにタバコ吸わすからやね。いや、それな、火に気ぃつけなあかんの。吸い詰まって面白いです。でもなんか、まあ普通この辺でも綺麗よな。綺麗よね。
全体的にあの建物は乱立してるけど道とか街並みは結構綺麗ですね。今のところまだそのアイイン地区というかそうだ、ね、ドヤ街っていうその日雇い労働者の格安で泊まるドヤみたいな、うん、どこが多分一番あれなのかな。そうやね、まあ、まだこの辺ではないね、まあ、ここはもう普通にあのシンプルにちょっと通りたかっただけやけど、ね、もう俺賢者タイムやからまあ行ったかなっすね。この飛び田新地のでそこにあの目バキバキに勃起したリスナーがおって行ったんすか話が聞きました。今から行きますで今行ったっす行ったから今行ってますじゃあ三角公園がなんか西成といえばみたいな場所らしいんで、うん、じゃあとりあえずそこに向かって行きましょうか。はい。週4日以上のサウナは認知症の発症率を 66% 低下させるよ。いや雰囲気出てきたっすね。西成といえば先ちょっと商店街見られるとこ通ったんですけど、うん、カラオケ居酒屋しかないし、やばい全部カラオケ居酒屋で、このスーパー玉でさっき調べたんやけど、うん、激安って書いてるやん、うん、あんま安くないらしいな。そうなんだこの名前とか雰囲気の割に安くないのがおもろいって書かれてる。そうなんだ、ね、ここら辺からですよね言ったら始まる、うん、あと大阪の人はあのタトゥー入ってる人多すぎて間違いない。なんか居酒屋やから大体全部タバコ吸えてそう。まあ中は確実に吸えるやろね。このぐらいの商店街だと外にガンガン置いてるわけではない。うん、どういう出てくるか。なんで女の子なんか田中みな実みたいな顔した2人がいましたね。カラオケ居酒屋やから女の子に手振られるまだ信じですね。なんかあれや、西成って女の子に手振られまくる ね、 ね、自己肯定感上がるかも金としか思ってない俺あのカラオケ家の行きたがっとるやん。いや俺今メガネかけてないけどめっちゃ可愛く見えた。もし俺が謝って来られてきてたらとしたら絶対に認められてたってどこでだか。何これ安すぎる。見たことない物価ない何なんこのコーラ赤まむしドリンクエロマチ、エロいもんしか売ってないよ。いつもいつもエロやった。あれじゃない三角形あれなんかでも全然人おらん。あでもなんか奥の方に治安悪そうな。いやすげえ喫煙所ないね。なあ灰皿ないな。まあでも普通ないんすけどね公園は。まあそうかえぐるいぐらい鳩女全員多分この辺は全員ここ吸いやと思うんですよ。だってもうみんなね吸いたくてしゃあないって顔してる、うん、我慢してる。どこで吸いよんやろっていう。意外と入るぐらいないな。意外とないですね。こんな小人の近くに住んどんのに金なくて絶対行けんやん。どうなんやろ。多分西成の人って生活保護受給者も多分めっちゃ多いから。ああ。たまに行ってそうだけど。マジ月一のご褒美感覚で行ったのかな。そうそう分からんけど、まあ、でもタバコ吸いたいですけどね、うん、そうそう吸いたいな。ちょっと灰皿見つけに行きます。ちょっとプラプラするか、うん、わあったったった前うわ、待って、これこのベンチ俺持っとるのと同じこのベンチうちにあるやつと同じやつだ、ね、筋トレもできるんやね、ここ自由で楽しそうや、うん、で、この辺、店の前とかにはありますよ、すりがらいるあるね。あ、でもなんか、あっこはあっこ良さそう。あっこキャビンの灰皿ある、はいはいはい、キャビンの灰皿2つ、うん、渋いね。渋いっす。いいね、あの西成の灰皿で一番いいっす、うん、一番かっこいい、うん、でもなんか普段生活しよる場所となんか違いすぎてちょっと落ち着かんわ、うん、そう歩きより人もちゃうし、まあ、でも俺らめっちゃ浮いとると思う。なんか旅行に来たって感じではない。異世界転生した感じ。確かに、まあ、ある種異世界ではある。日本有数レベルの、ね、特殊な街やと思う。でもね、今んところあんまタバコ吸いよ人見てない。いや、まあ、そうだね。もうそこら中でさ、そう、ぷかぷかしとるイメージだった。そうやね。厳しなったんかな、そういうのは。タバコ一本くるさいおじさんみたいな来てるし。タバコ飲めなさい。いやな。ごめんなさい。まあでも、なんか三角公園、まあ、昼前からしかしんないですけど、うん、まあ平和でしたね。めっちゃ、うん、めっちゃ楽しそうやったし、うん、一人歌いよる人がおったぐらい。あの人いっちゃん楽しそうやった、ね、あれシラフなんかブリブリなんかどっちやるね。西成ならシラフでもありえる話ではこの辺の通りとかも、うん、西成よ。これはめちゃくちゃこの途端にグラフィティアートありますな。全然馴染めてなくて俺ら、うん、そのこの街ではどういう態度を取ればいいか分かってないどうしようってなってて、うん、案外喫煙所がないのよ。そうなんやな。し全然その路上喫煙とかも、うん、えマジで おった意外とその治安がいいというか。
そうだね。本当にどこでもバカすか、俺らもバカすかすったろうと思ってたんですけど、そういう感じの街じゃないっぽい、うん、こうなったら最終目的地はアベノハルカスの喫煙所があるんですよ。ああ。JT のごっつい喫煙所な、うん、西成で今のところタバコ全然吸えてないんで。そうだね。ちょっと歩きな、取れ高あったら取って、うん、なかったらアベノハルカスに向かいながらやっていこうと思います。見えます。防犯モデル地区なわけあるかい。車パクられた時の落としよう。じゃあ行きますか。行きますか。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット伊垣慎二です。いやー結構歩いたね。今日一高いビル 300m アベノハルカ。あっけー、順ぐらい高い。いや高すぎるやろ。最初に見た時の順ぐらいの迫力あるわ。あんなもんじゃなかったけど最初。やとしたら 160cm ぐらいのやつどう見えとんの。山ぐらいに。もうちょいでね、涼しい喫煙所で吸えるから、ね、いやな頑張ろうね。あーもう着くよ。あおったね、アベノニコラス。アベノニコラス。こいつ何ニコラスやってくる。藤田ニコル。藤田ニコラスニコル。お、なんか、お、めっちゃいい。チェリー喫茶店みたいな。僕はアベノハルカス6階の喫煙です。そうっすね。これがリスナーが喫煙所の前後に募集した時に買ってきてくれたやつや。こんなんでええやん。他の喫煙所でこのソファーあることあるんだよな。うん、ええー、とこベンチの空気うまいわ。なほだないはずやん。喫煙所やったらマジでマジで西成の空気は合わなかったな。ちょっと西成 の、 その地元ノリがマジで分からんくて。地元ノリテンションが。テンションちょっとあんま取れたかなかった。すいません、西成に関しては。変なテンションがいっぱいおるもんと思ってたもん。まあでもいいことですよね、治安が良くなってる。俺らのこの旅行は基本的に喫煙所ベースで動きます、ね、夏煙所、温泉、飯。だからこういう旅行になりますね。いろんなとこ行きたいから、いろんなとこの会社の案件いただきたい。仙台京都ぐらいかな、県旅行。そうね、九州とかね、欲しいね。九州のなんか企業さんね。北海道も行きたいっす。あ、行きたいね、北海道ね。北海道に北海道で交通費ね、出してもらって行きたいです。経費で、はい、こちらの経費で経費していきたい。まあ、こんな感じが僕たちの大阪観光のね。今のステージアベノハルカス行ったら観光でしょ。西の海で行くしね、うん、飛びたも行ったからね。あ、飛びたしか行ったよ。全く金落としてないけどね。一円も使ってない。飛行機も食ってないし。西成からも出たから。さすがにちょっとタコが気が食って、うん、帰ろうと思います。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。寝起き自分は最低、嫌なことに尾を巻いてひたすらマスタイて泣いて、自分に貸す判では言い訳だって、高んでバッケどうかファンなサンデーなんてやって、そんなこと